給仕ブチ切れ。給仕怒ってるで。夜中3時に通知バンバン来て起こされたんやろ。そら不機嫌になるわ。給仕の入閣はなさそうだが、かつて岡田を最高の監督と言ってたがな。給仕って今もフロントの仕事してるから情報は入ってきてるやろうし、名前勝手に使うなってことはコーチは否定しても岡田は否定してないんよな。あーって感じだな。スタッフ面々の育成の意味で前向きに捉えたいがなんか給仕怒ってるし。給仕この時間にツイートしてるのわざとかな。また収束してしまったのか。なんでや阪神関係あったわ。給仕切れてるやん。まだ生還やな。岡田は内定って言い切ってるけど、給仕や鳥谷はあくまで入閣検討やから、